ベトナムの鉄道。ベトナムの鉄道では、ベトナム社会主義共和国の鉄道に関して著述する。2008年の時点で、ベトナムにおける鉄道運営会社は、ベトナム鉄道のみである。インフラは、ベトナム社会主義共和国政府が所有しており、それを借りて、国鉄が運行する上下分離方式が取られている。ハノイ市放置民主間の南北線が主要な路線であり、 南北分断時代は、鉄道も分断されていたので、統一鉄道と親しみを込めて呼ばれる。国際連合による1996年の調査では営業キロは合計2600キロメートル、輸送量は16億8000万トンキロ及び22億6000万人キロである。ベトナムは日本と比較して、国土面積と人口の規模は、それぞれ90%、60%程度であるが、 鉄道の営業キロは約10%である。ベトナムの全61章のうち、鉄道があるのは31章となっている。ベトナム戦争による戦災やその後の経済的困窮による投資不足から、鉄道設備自体の老朽化も進んでいて、近頃になって近代化工事を推し進めている。2007年の鉄道の輸送シェアは、旅客が約9%。 貨物が約4%となっており、2020年にそれぞれ20%、30%に引き上げる計画があるが、地形的要因から南北の輸送は海運と東西の輸送はトラックバスなどと競合する傾向にある。ベトナムの鉄道はラオスカンボジアと共にこの地帯がフランス植民地の普通量インドシナの時代に多くが開業した。その始めとなるものは、 中国、当時は新朝南部で当時フランスの影響力がかった、コンメイからハノイまでを結ぶ鉄道で、そのうち現在のベトナム領にあたる部分は1905年に、全線は1910年に開業した。機関は山岳地帯の鉄道でもあったため早く、建設できるように1000ミリメートル、狂気、メーターゲージのものが使われ、以後のベトナムの鉄道も多くがこの機関で建設されて、 行くようになった。その後、ハノイ・サイゴン、現、ホーチミン間を結ぶ、南北鉄道が1935年に全線、開通するなど建設が進んだが、以後は独立戦争となる、第一次インドシナ戦争、それに伴う、南北分断、そしてベトナム戦争などにより多くの施設が破壊された。その後、南北鉄道は1976年に運行を再開している。 一方で中国との国際列車も引き続き運行されていて、一時はソビエト連邦のモスクワから車両が乗り入れていたこともあったものの、1979年の中越戦争で運行が中断され、1996年に再開された。老朽化対策のため1993年からは、円借館による南北鉄道の橋梁の緊急リハビリ事業が行われ、 2004年までに19の橋梁が整備された。これに続いて、やはり円尺管により44の橋梁の補修、掛け替えを行う事業が進められている。またベトナム国鉄の赤字解消のため、1995年からは政府がインフラを所有する上下分離方式が採用されいる。ほとんどの区間で局率半径は300メートル以上で、 勾配も10パーミル以下と線形はかなり良い。このため軌道や橋梁と車両の性能が十分であれば、南北線のほぼ全ての区間などで時速 70km 以上での高速運行がかとされる。期間はメーターゲージの区間が約86%を占め、8.4%の3000機場区間でも主にメーターゲージ用の車両が使われている。レールは 南北線では3 8ラムマイメートルと4 3ラムマイメートル、宅間では3 0ラムマイメートルのものが用いられている。レール長は12.5メートルと短い。枕木は主に木製で、長さは1.8メートルとやや短く、2ブロックコンクリートなどへの代替が進んでいる。バラストは採石である。橋梁は道路橋としても使用されるものが多く、がある。 トンネルは約40本あり、南北線とドンダン線に集中している。特に南北線のトゥアティエン・フエショーの廃盤峠には8つのトンネルが存在し、極率半径が100から200メートルで半高曲線が続き、ベトナムでは例外的に線形が悪い。電区間が存在しないため、すべてディーゼル機関車だが、機動車はない。約百四十台の機関車は、 ほとんどが東ヨーロッパ製であり、その約3分の二は500馬力、最高速度時速 50km と性能は高くなく、牽引力不足から山間部で事故を多発していたが、近年1800から1900馬力のベルギー製、中国製エンジンへの換装が進み、速度は改善された。これによりかつては72時間を要していたハノイ。 放置民間の所要時間は現在では29時間へと大幅に改善された。老朽化や部品の不足のため稼働率は低い。客車は約800両で大半が1960年代から1970年代にかけて製造されたものである。寝台列車は寝台長が短く幅も狭い。貨車は約4300両あり、ほとんどが ボギー車で製造時期は客車とほぼ同様。中間駅に対比線が設けられ、貨物駅には十分な長さ、本数の配線がされるなど運用上のポテンシャルは高いが車両などの問題が大きい。鉄道信号機は駅構内にしか存在せず、ポイントが切り替わっていない場合などに到着した列車が場内信号機や遠方信号機で待機するケースも少なくない。 腕二式の信号も使用されており、色透過が行われている。また通信設備は災害に弱く、1999年の笛での水害の際には携帯電話でしか情報交換が行えなくなったため、全線で光ファイバーの導入が検討されている。路線はすべて非電化で、総延長 2600km のうち 2km を除くほとんどが単線である。 ベトナム国鉄は3つの管理局と48社の添え、ステートオンドエンタープライズ、日本の旧国鉄の工事中間環状的な存在から構成される。駅は管理局ごとに統括され、個々の機関区、保線区や工場などがそれぞれ添えとなっている。輸送単位1キロとトンキロの合計を従業員数42,300人で割った。 生産性の指標多国と比較すると、JR 各社やインドネシア、中国の6分の1以下にとどまっている。S1、S2 列車が代表的列車で以後、S3、S4 と続くが、列車番号が若いほど優等列車になる傾向があり、S1 列車は全区間を約33時間で走破、標定速度時速 52km で走破するが、一番、 遅い列車だと44時間半、同時速3 9トルを要する。また、2003年からは、同区間を30時間で結ぶ E1E2 列車、さらに2004年12月からは29時間で結ぶ SE1SE2 列車の運行も開始された。また、ローカル線もハノイ近郊に、いくつか存在している。国際列車は、ザーラム。 ドンダンを結ぶハノイドンダン線の3000機上区間に、中国の南嶺からの直通列車である T8701、8702次列車が乗り入れる。2014年12月10日に、ハノイ、ドンガン北京直通列車は運休となり、引き続き切符は、投資で販売されるものの、南嶺で T8701、8702次列車と、中国国内列車のを乗り継ぐ形となった。 かつて運行されていた北京からの直通列車は、中国国鉄の機関が 1435mm の標準機であるため、国境駅であるドンダンで列車を乗り換え、ハノイ駅まで運行されていた。車内座席の等級には、次の種類がある。等級以外に、エアコンあり、なし、寝台の上段、中段、6人寝台、下段、列車の速達度、 到着時間などで料金が区別される。かつて外国人は2.5から3倍の料金が適用されていたが、この制度は廃止された。すべて定員制となっていて座れるが、昼間でも寝台列車の車両が用いられる場合もある。食堂車も健在。2008年現在、ベトナムでは鉄道の高速近代化工事を実施中で、列車速度を 現行の旅客時速 90km、貨物時速 60km からそれぞれ時速 120km、時速 80km に改良する計画がある。また、ハノイホーチミン間に南北高速鉄道を建設するため、2006年の APEC 首脳会談で日本国政府に協力要請があったベトナム高速鉄道計画。このほか、メコンデルタ線、ホーチミン館都館、 170km のオイバイ空港線、12km、ホーチミン分隊間 80km などの路線新設計画がある。またホーチミンからカンボジアの鉄道を介して、太陽国のバンコクまで路線の延長が検討されている。このほか、市内の交通渋滞が激しいホーチミン市とハノイ市で本格的な都市鉄道の整備計画がある。 高知民市では2000年の市内交通の内訳で自動二輪の利用が92%にも達して渋滞が年々激しくっているほか2001年の交通事故死者数が1220名と東京都の約4倍人口は東京都の半分に達するなど深刻な問題が生じている。これを解決するため2002年から2004年にかけて JICA が行った調査をもとに 6路線、総延長 107km の整備計画が採択された。これを受けて、1号線のプロジェクトについて2007年に、円借款契約締結された。この路線は、総延長 19.7km、高キ 17.1km、地下 2.6km で、全14駅、期間は標準期 1435mm となっており、総事業費は、 1> 約1、200億円、乗客数は30万6000人、日、2019年に試験運行を実施し、2020年に正式に運行を開始する予定である。この路線が開業すると、ベトナムで事実上初の都市交通となるとともに、日本の都市鉄道システム、ストラスヤとしても初の輸出例になる。路線が重複し、混雑の激しいハノイザーラム間。 5 2 4トルでは複々線化計画がある。また南北線では全線の複線化、電化や駅間が平均9トルと長いため中間駅の設置が計画され、特にハノイ駅、サイゴン駅からそれぞれ3 0トル圏内では約2トルごとの通勤駅の設置が予定されている。貨物駅は 現在の約300から40ほどに集約し、液税圏が 50km となるように計画されている。以下は2000年のデータ、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。